4科目目レッツゴーはいということで今回はね社会やっていきましょうでは早速ねまずランキング第1位なんですが、えー、これはですね100点取りやすすいランキンキグ第1位ですちょっと若干ハードル上げてる感じするんですけど自分がね教え子で多分一番取らせることができたのが多分社会かなと思います。 ただ残念ながら、えー、ハイチ本人が取ったことがないっていうね、説得力が皆無なんですけど、まあそういう風に勉強をちゃんとやっていけば得点が非常に上がりやすい科目です、社会に関してはね。ただ、やり方を間違って落とし穴にはまると非常に厳しいところでもあります。まあその辺はね、気をつけて、あの、話していこうと思うんですが、まずですね、えー、主役はホニャララということで、これ、 すごく大事です。社会の中で。主役はワークです。特に中学生覚えておいてください。主役はワーク。ただですね、社会は学校指定のワークが配られないところも結構あるんですよね。で、そういうところは多分先生がプリントいっぱい配ってきます。だから、まあ、ワークって書きましたけど、ワークもしくはプリント。ここが主役になります。で、主役という理由は後ほど。で、勉強の仕方としては、お前誰っていうのはほぼないです。ここに関しては。 まあたまに資料集のさ、え、すごい隅っこに書いてある情報です先生、それはないだろうってとこもあるんだけど、まあそんな気にしなくていい。ほとんどがこの教科書に載っていること、そしてワークとかプリントで問題演習したことが出てくるので、まあここのセットだよね。で、よくですね、自分のまあ先輩とかでもいたんですけど、教科書さえやっとけば得点が取れると。もう地理だろうが歴史だろうが公民だろうがねっておっしゃる方いるんですけど、自分はそうじゃないと思っていて、確かにね、教科書にさ、書いてあるんですよ。まあちょっと例題を言うと、 じゃあ、えっと、教科書にさ、昔中富の鎌足りと、えっ、ー、と、中野大江の王子が大化の改新を645年にやったって情報が載ってるじゃないですか。で、実際、テストに出てくる時も、じゃあ、645年に中富の鎌足りと中野大江の王子が行った改革はって、大化の改新が答えですとか、ね。で、実際、教科書に載ってる情報がそのままテストに出てくるわけなので、教科書やっていけばできるっていうのも分かるんですけど、それはですね、社会が得意な方、もしくは、社会の勉強法を自分の中で作り上げてる方の意見。 自分は社会が苦手だったので、それはできないんですよ。やっぱりここのワークプリント、ここをこなしてなんぼなのね。だから、教科書で情報を覚えますで、ワークをやりますっていう、このセット。他の科目も一緒だったけど、これが大事。大事なんだけど、実はこうじゃなくて、こうです。こっち、イメージは。何かっていうと、主役はワーク。こっちが主役なんです。で、どうやるかっていうと、ワークを例題に出します。みんなが今、もしね、学校してのワークがあったら見てほしいんだけど、だいたいワークの左上か、 右上にその2ページ分からちょっと2ページ分かけないけど2ページ分のここは教科書何ページに対応してますよっていう対応ページが書いてあります対応ページ例えばここは P17 から19これはおかしいか17から20にしようかここのことが載ってますみたいなでその対応ページを見たらじゃあ今日はねこのワーク2ページ分をやりたい頑張ろうと思ってる方は ここを見て2ページをね、ワークを確認して、対応ページをチェックして、ここの教科書を覚えてからワークをやるんです。いいですか教科書の、じゃあ今日はこの4ページ分やろうって。で、やった後にワークどこかなって探すんじゃないの。ワークを先に主役にする。ここのワークのページをやりたいから、やりたいから教科書のどこを勉強する。で、勉強した後にワークを実際に解いていくっていう流れにしてください。 いいかな。で、プリントもね、ワークない方も、先生配ってくるプリントって大体その先生用のやつなので、結構載ってます。教科書対応ページ。もしなかったら、そこはちょっと勉強できる方にね、頼ってほしいところではあるんですけどえ、これが非常に大事です。いいかな。で、えっと、よくその教科書の情報だけ、まあ、さっきもね、ちょっとなんか否定した感じで悪いんですけど、 教科書の情報、教科書いっぱい覚えた覚えた言葉覚えた覚えた覚えたってだけだと点数が伸びない方がいます。なぜかっていうと、教科書でいろんな中野上の王、NO、子とかっていう言葉を覚えて武器をゲットしてるんです。ゲットしてるんだけど、その武器の使い方がわかってない。どういう問題で出てくるのどういう問いで出てくるのっていう武器の使いどころがわからないと、やっぱり得点で伸びないんですよね。 いいかな。なので、ぜひ、今、まあ、地理歴史、公民語がちなみに5分なんで分けなかったですけど、全科目、全部で言えることは、まずワークを主役にしてください。特にあ勉強のやり方がうまくいってない方は。それをすることによって、かなり滑らかに勉強できます。教科書を先にやって、対応してないとさ、ずれちゃうんだよね。特に歴史なんてそう。だってさ、ページめくって、え、まだ江戸続いてるえ、お前急にヨーロッパ来たけど、とかなっちゃうから、 だから、まずはワークの対応ページを調べてから、教科書を覚えて、ちょ、っとツボっんちょっとごめん。で、ワークをやるという流れで、ぜひこれで、しかも反復練習ね、ちゃんと繰り返して勉強していってください。ということで、今回はここまでとなります。ご視聴いただきありがとうございました。